その頃国主ヘロデイエスの噂を聞きて地震どもに言うこれバプテスマのヨハネなり彼死人のうちよりよみがえりたりさればこそこれらの力そのうちに働くなれヘロデ先に己兄弟ピリポの妻ヘロデアのためにヨハネを捕らえ縛り手人屋に入れたりヨハネヘロデに 彼の女をイルルはよろしからずと言いしによるかくてヘロデ、ヨハネを殺さんと思えど軍中を恐れたり軍中ヨハネを預言者とすればなりしかるにヘロデの誕生日にあたりヘロデ屋の娘その席上に前をまいてヘロデを喜ばせたればヘロデ、これに何にても求むるままにあたえんと誓い娘その母にそそのかされている バプテスマのヨハネの首を盆に乗せてここに賜れ王う憂いたれどその誓いと席にある者とに対してこれをあたうることを命じ人を遣わし人やにてヨハネの首を切りその首を盆に乗せて持ち来たらしめこれを少女に後少女はこれを母に捧ぐヨハネの弟子たち来たり 近場を取りて葬り、行きてイエスに継ぐ。イエス、これを聞きて、人を避け、そこより船に乗りて。寂しきところに行き玉石を、軍中聞きて、まちまちより勝ちにて従いゆく。イエス、入れて大いなる軍従を見、これを憐れみて、そのやめる者を癒したまえ夕べに成り立れば、弟子たち身元に来たりて言う。 ここは寂しきところ、はや時も遅し、群獣を晒しめ、村々に行きて、斧がために食物を買わせたまえ。イエス・イータも、彼ら行くに及ばず、何時らこれに食物を与えよ。弟子たち言う、我らがここに持てるは、ただ5つのパンと2つの魚とのみ。イエス・イータも、それを我に持ちきたれ。 かくて群中に命じて草の上に雑声しめ、五つのパンと二つの魚を塔取り、天を仰ぎて祝し、パンを咲きて弟子たちに与えたまえば、弟子たちこれを群中に後、すべての人喰らいて飽く、きたる余りを集めしに、十二の加護に満ちたりらい、し石者は女と子供塔を のぞきておおよそ5,000人なりきイエス直しに弟子たちを強いて船に乗らせ自ら軍獣を返す間に彼方の岸に先にゆかしむかくて軍獣を晒しめてのち祈らんとてひそかに山に登り夕べにりて一人そこにいたも船ははや丘より数町離れ風さかろうに乗りて 波に悩ませされいたり夜明けの四時頃イエス海の上を歩みて彼らに至りたましに弟子たちその海の上を歩みたもを見て心騒ぎ変化のものなりと言いて恐れ叫ぶイエス直ちに彼らに語りて言いたも心安かれ我なり恐るなペテル答えて言う 主よもし何時ならば我に命じ水を踏みて身元に至らしめたまえ来たれと言いたまえばペテロ船より降り水の上を歩みてイエスのもとに行くしかるに風を見て恐れ沈みかかりければ叫びて言う「主よ我を救いたまえイエス直ちに御手を述べこれを捉えて言い,いたもうああ信仰好き者よ 何ぞ疑おうか愛もに船に乗りしとき風やめたい船におる者どもイエスを拝して言うまことになんじゃ神の子ないついに渡りてゲネサレの地にき死にそのところの人々イエスを認めてあまねく司法に人を遣わしまた全てのやめる者を連れ来たいただ見衣の房にだに触らしめたまわんことを願う。 触りし者は皆癒されたい